持ってこいとは、長崎の祭りで使うアンコールという意味。コロナ禍で開催できなかった長崎ランタンフェスティバル、2023年の今年は盛大に開催することになった。日本では旧正月は祝日、休日ではない。グレゴリオ暦、新暦が採用された明治時代以降も各所で旧正月が祝われてきたが、戦後はグレゴリオ暦の正月に一本化されるようになり、2022年現在では沖縄県、名護市、糸満市などにおける漁師町が特に顕著。鹿児島県奄美群島以外では、一部の神社、寺院での祭典や各地域の行事が残っている程度で、旧正月が特別に話題に上ることは少ない。戦後、日本は大事なものをたくさん捨ててきたのだ。長い、オランダ坂トンネルを抜けると、長崎の街がいきなり現れ、複雑な信号機に戸惑う。通称は長崎電気、長崎電鉄、路面電車、市電、地元住民の間では電車という名称もよく使われている。1914年、大正3年、8月2日設立。1915年、大正4年、11月16日、現在の大学病院、新地中華街間の電気軌道、路面電車を開業し、現在、5路線4系統を営業する。一般車両の信号とは別に、電車の信号が存在する。特に、朝夕の通勤時間帯は、注意が必要。バス専用車線や右折の時のタイミングが肝となる。まずは新年の報告をするため諏訪神社に参拝する。長崎市に住む歌人の人たちが寄贈した狛犬、他にもお諏訪さんにはユニークな狛犬がたくさんあります。今日も冬型の天気で雪がちらつく日だ。息を切らしながら登ると広い場所に出る。ここは長崎くんちで出汁を引き回したり蛇踊りの演舞を披露する場所。桟敷席は抽選に当たらないと買えない。長崎くんちは長崎の氏神諏訪神社の秋季大祭で、毎年10月7日から3日間長崎の町を挙げて催されます。くんちの語源は旧暦の9月9日を重陽の良き日として祝う中国の風習が伝わり、9日、9日をくんちと読み、祭礼日の意味としたとする説が一般的なようです。寛永11年、1634年に、当時の太夫町の2人の遊女、高尾と音羽の両人が、諏訪神社神前に洋曲、狛舞を奉納したことが長崎くんちの始まりと言われています。この年に、出島が着工され、メガネ橋が架けられています。現在、踊り町は長崎市内に全部で58箇町あり、全長が7つの組に区分されています。奉納踊りを出す当番は7年に一度回ってきます。諏訪神社の正面の山は稲林地区。毎年秋の例大祭、10月14、15日に奉納される無形民俗文化財の竹芸は、笛や締め太鼓などのお囃子に乗せて、高さ約10メートルの2本の青竹の上で、白装束に男狐、女狐のお面をつけた2人の若者が披露するアクロバティックな空中芸、中国の羅漢踊りを真似たとされ、観客は終始ハラハラドキドキさせられます。中華街に近いトラストパーク銅座に移動します。長崎ランタンフェスティバル開催中は駐車場に早めに入ることがおすすめ。午前10時くらいには会場近くの駐車場はいっぱいになります。駐車場から
中華街の北門玄武から入ります。江戸時代の鎖国下でも長崎は対中貿易港として認められ、最盛時には約1万人の福建省出身者を中心とした中国人が長崎市中に暮らしていた。当時の長崎の人口は7万人であったから、いかに華僑が多かったかがわかる。中国人の住居は丘陵地の唐人屋敷に限定されたが、1698年の大火で五島町や大黒町にあった中国船の蔵が焼失したため、唐人屋敷全面の海を埋め立てて倉庫区域を造成した。この地域が新地と呼ばれた。幕末の鎖国政策の放棄により、1859年長崎港は国際開放され、唐人屋敷は廃墟となり、在住中国人は海岸に近い新地に移り住むようになった。これが長崎新地中華街の起源である。横浜中華街、神戸中華街と比較して、現在同地区で商売している中国出身者は少なく、母語が日本語の商売人が大半を占める。中華街も最近では廃業や移転などで営業しているお店が減っています。早朝の中華街は、中華料理に使う麺のお店は早い時間から営業しています。東服とは、春節の際に家々に貼られる服の字を書いた赤色の紙、一般に上下逆さまに貼ることから逆さにする服と称される。天空の東西南北を司るそれぞれの獣神を風水師神獣と呼び、東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武で、古代中国の天文思想から来ています。長崎新地中華街は、横浜中華街、南京町中華街とともに日本三大中華街と称される。南北250メートルの十字路には、長崎市の姉妹都市である福建省福州市の協力によって石畳が敷かれ、中華料理店や中国雑貨店など約40軒が軒を連ねている。港公園から唐人屋敷へ歩いていきます。長崎市は平成13年度から唐人屋敷顕在化事業として具体的な事業に取り組んでいます。観光の拠点整備、住環境の整備など歴史を生かした街づくりを推進していくこととしています。鎖国政策が行われるまで、中国人は市内に自由に住んでいました。しかし、密貿易とキリスト教浸透を防止するため、幕府は1689年に唐人屋敷を建設し、中国人を収容、隔離、出入りを厳しく管理したのです。周囲を練り塀や堀で囲まれた唐人屋敷は、約9000坪の広さと約2000人の収容能力を持ち、瓦葺き2階建ての長屋が約20軒ありました。長崎の商人たちが入れたのは屋敷入り口の2の門までで、中に入ることを許されたのはなんと遊女だけ。中国人の外出が許されたのは当時参拝の時だけでしたが、屋敷内では伝統行事を自由に行うことができ、宴会は毎日のように開かれていたそうです。土神堂は元禄4年1691年9月、土神の石殿を建立したいという唐人たちの願いが許され建立された。唐人屋敷の路地裏は映画のロケで使われています。道路に飾られたランタンをたどっていけば、唐人屋敷の天光堂にたどり着きます。江戸時代、従前寺教幕府御薬園現関内町に設置され、出島とともに海外交流の窓口として大きな役割を果たした中国人住居地区跡、現在は唐人屋敷小弔門が立っています。タイムスリップしたかのような風情ある坂道を登っていきます。現在は土神堂、天光堂、観音堂と福建会館の4堂のみが残されており、依存していた旧唐人屋敷門は興福寺内に移築されています。
2015年には東尋貿易や当時の生活を紹介する蔵の資料館もオープンしました。蔵の資料館から東尋屋敷通りを渡り復建会館に行きます。明治元年1868年破瓶会館、瓶は正式には門構えに虫の表記として発足し、その後明治30年に建物を全面的に改築し復建会館と改称した。会館本館の建物は原爆により倒壊、様式的には和中の並存であり、中国との交流の歴史が凝縮された建造物であると言える。長崎市指定有形文化財。蔵の資料館から天光堂を目指します。天光堂は長崎名勝図会に載っており、元文元年1736年南京の人たちが初めて建てたとしている。現存する建物は大正6年当地の歌唱鄭英兆が改築したもの。本堂には観世音菩薩と鑑定が安置されています。入り口にあるアーチ型の石門は東尋屋敷時代のものと推定される貴重な遺構です。旧東尋屋敷観音堂は瓢箪池の奥の石に刻まれた文字から元文2年1737年の建立と判明しています。お昼になったので長崎を代表するグルメトルコライスを食べに行きます。60数年前当店シェフの父親が神戸のシルバーダラという商工クラブに勤めていた頃、冷やご飯を焼き飯にして出すのに外国人の手前トルコ国のピラフ、炊き込みサフランピラフに似せた料理トルコ風ライスを考案しました。考案当初ワインにサフランを入れて色付けしていましたが、サフラン臭いということでターメリックで色付けしました。ただし今度は粉臭いと言われ、カレー粉で色付けしたら美味しいとのこと、次におかずが欲しいとのことでスパゲティととんかつを添えて出したそうです。トルコ国のピラウに似せて考案された料理トルコ風ライスこそがトルコライスの原型で発祥のルーツとなっています。ビストロボルドーはトルコライスを考案したと言われている上原一郎より受け継いだトルコライスへの情熱を持ち、西洋料理マイスターや厚生労働大臣表彰等数々の賞を受賞している息子の上原はじめさんが料理するお店です。
食後のデザートは長崎発祥のミルクセーキをいただきました。午後からは江戸の吉原、京の島原と並ぶ三大遊郭の一つであった長崎の花町、丸山町の氏神様である上園身代わり天満宮に行きます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost.